どうもお疲れ様です。令和セルシオシリーズです。今日はベルファイアなんですけどもね、ちょっと音がしてますね。はい、おむつを買いに来ました。まあだいぶね、利用頻度は低くなってきて、この38枚入りでこの28キロまで、うちの相本くんでかいんでね、28キロまでいけるやつを38枚のちょっと高いんですけども、これを買ってね、今1500円ちょっとするんですよ。いや困ったもんですね本当1500円ぐらいするんですけども、これがね、おむつが取れるとまあパンツの洗濯でもうこのおむつのコストってのはかからないんですけども、あともう一歩ね、大和くんはおむつに頼る時がありますんで、ちょっと買おうかと思いますが、今までね3年4年、おむつ代だけでも何万使ったかなって、多分10万の桁でしょこれ。正確に覚えてないんですけども、だけどもね、束でね3束4束まとめて買ってた時期ってのがありましたからね、1日に何回も買えたような、その時考えたら本当相当使ってたなと思いますね。だからこの世の中のね、子育てのコストっていうのは、生まれてからすぐが、まあお金かかるじゃないですか。でも、それが最低ラインで、1歳よりも2歳、2歳より3歳、3歳よりも4歳の方が金かかりますからね、やっぱりね。むちゃくちゃ金かかりますよ。うん。本当ね、これ子育てしてみて分かったんですけども、今現代社会で、家賃払いながら、生活コスト払いながら、子供を1人とか2人とか育てると本当並大抵じゃないですよね。それこそ親の人生ちょっとね、もう後回しみたいになっちゃいますよ。だからそうなると、子供のためにいろいろ我慢してやってるのに子供が言うこと聞かないとね、カーッとくる気持ちも十分わかります、これは。だから明石市みたいにね、おむつを1年間自宅に届けますみたいなことをやってもらいたいなと思いますよね。特に子育てを始めたばかりのママって、その子育てしながらおむつとか買いに行くわけでしょ。まあ通販利用されてる方もいると思いますけども、主にはベビーカーでね、片手でベビーカーを押して片手で買い物カゴをこう持ってとかやるわけですよ。いや、そんな子育て環境をね、野放しじゃダメですよね。やっぱりもっともっとサポートできるとかやっていかなくちゃ。これだから、子供が国の宝っていう割には放置しすぎですよね。子供のこととか子供のケアをやってくださるお母さんとかね、お父さんとかにね、子供は社会で育てるものだというふうにもうそろそろなってもいいかなと思いますけども、どうでしょうかね。あんまりこれ行き過ぎるとね、独身の人とか家庭を持ってない人がなんで俺たちが負担するんだよみたいになっちゃいますけども、で結局どんな人でも60代とか70代を迎えた時に、やっぱ若い人にいろいろ手伝ってもらったり支えてもらわないといけないでしょ。でも若い人が少なくなると、その若い人は若い人で自分の家族しか救わなくなりますよ。そうじゃなくて、近所のおじちゃんおばちゃん、なんか手伝うことないって言われた方が絶対いいじゃないですか。だから社会で育てて、ゆくゆくは子供たちが、やっぱりね、社会の第一線を退いた年齢に行った人をね、やっぱこう恩返ししてくれるって、こういう形がいいんじゃないかなと思うんですけど、どうですかね。それでは今日は以上です。